やハロー、どうもマジラジオ局の浜です。こんばんは。はい、現在10月16日土曜午後7時20分ですね。はい、今日はうちの母お仕事行ってますんでね、まずは舞子さんちのマカダさん3話見て、デイジー・ミーツ・ガールの3話見て、180秒で君の耳を幸せにできるかの1話を見て、そして、テンスラ2期の、32、33と見て、ここから34話いきたいと思います。今回スカッとできそうですね。では簡単に自己紹介。はい、僕はマジ大道芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。この本の著者であり、現在40歳、芸歴15年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる諦めない。これを伝えたくて、会社員辞めてパフォーマーになって、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響で去年の2月頃からもうほぼ無職状態です。イベントありません。で、貯金切り崩して生活してます。めっちゃ自粛してます。はい、そんな自粛中にアニメにハマって、約1年8ヶ月弱ですね。でも490作ぐらい見てきてます。で、気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターやってますが、なんでアニメリアク職人と名乗っているのか、なども含めて自己紹介のね、URL、説明文に貼ってます。あと僕のホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールも貼ってますんで、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。決してニートが、母に働かして、ね、アニメリアクションやってるわけじゃございません。家賃、光熱費は僕が払ってます。はい。そこだけ勘違いないようにお願いします。はい。では行きましょう。テンスラ2期34話、2期の11話ですね。D アニメストアです。3、2、1、スタート。もう今回ですっきりしたい。もう特に転生者のね、京也、正吾、キララ、もう白狼にやられてくると。そしてシオンたちが 3% だからね、生き返れる確率。こいつやな、シオンやったん。ファルムスのリムでここに来るのかな。上空から全員一気に行くんかな。ミリも出てこへんな。だけど、エレンが話した竜皇女ってのはミリムなんかなと書かれてたんですけどもね、その画像を拾うために、検索した、アニメつぶやき速報、アニツブってとこで画像拾うとるんですけども、あ、リムルなんかな。とにかく、ちょっとスカッとしたい。もう、33話はほぼ会議だけでしたけど、リムルが実は僕は元人間やったんやということをね、全員に告白するという、元が人間であろうが、魔王になろうが、私らはリムル様を慕ってるからついていきますというね、いいお話でしたね。さあ、だから3%しかない、そのね、蘇生率が果たしてどうなのかがちょっと心配。あとはもうファルムスをとにかくぶっ潰してほしい。たねベニマル一人で。おー、いいね。おー、いいね。あ、終わったな。早かったね。いやー、気持ちいい。超気持ちいいね、これ。遅い。うわー、いいね。そうか。白のとこね。だ、ここがちょっとあれやな。戦いになりそうやな。あ、こいつほんまに。いいね、ゴブタ、ええ顔してるな。リグルが戦うの初めて見るかもしれんな。瞬殺されてほしいね、この称号。ぞいいぞいいぞ、これは。結界の中やからね、それは。わあ、こんなことできるのか。止めるか。おお、かっこいいね。いやー、しびれるね、白狼。天眼ね。首チョンパー。おおうわ、首チョンパーや。おお、かっこいい。やっべ、しびれるな、白狼。誰が言うとんねん。誰が卑怯言うとんねん。混合身体。わ、お、そうか。腐食されるのよ、これ。白狼来た。いいね。だっせ。キララかな。こいつどこまでもクソやな。うわ。なんこいつ。超速再生もついたん。いいぞ。おお、腐食か。気持ちいいどうなった？え？誰やこいつ。あのおじラニーゼやね。え、ちゃちゃラーゼル、おいおい、まさかこんなん出てくるか。罠か。逃げられたか。そうや、リブルがおるぞ。わ、こんまん正午ゴミやな。そうなん。はあ、そうなんか。おおおいやいや。いやー、ちょっとキララかわいそうやったな、キララは。ん？え？殺した？心を殺した？え？え？ポゼッション乗り移ったってこと？これ、あ、ラーゼンか。ラニーゼって誰？ラーゼンね。はあ、魔人になったのこれ。もう有無を言わさず上空から一気にやるんやろねこれ。あれ、お、アンチマジックエリア。おお、マジか。全部スライムかなこれ。ホットショット2みたいになってるやん。メギとかっこいいな。何これ。魔王誕生、森村が魔王なのか。ほんなら次で、あれサムネがディアブロやないか。はい、ということで、34話終わるじゃん。もうむっちゃ好き、ほんまに。もう爽快感がすげえぞ、これは。特に白狼ね。もう誰だっけあれ、もう名前も飛んだわ。京也か。調子乗りよってからね、ほんまに。綺麗に首ちょんぱされたな。ね、天眼で何 ?300 倍速で追ってたつもりやけども、もうそんなもんは追えへんスピードやったわけね、もっと。いやー、かっこよかったね。紅丸も瞬殺やったしね。うん。まあ、最後まで胸くそ悪かったのが、翔吾ね。キララかわいそうだったのは、結局キララ何もやってへんやん。何もやってへん。ただ単に痴漢冤罪作ろうとして、失敗して、ゴブタに恥かかされてね。ゴブゾウはシオンちゃう。シュナ様一筋やから、こんな小娘に触らへんねんみたいなことで、恥かかされただけ。プラス仲間に殺される。キララだけはかわいそうやったな。ここだけはちょっともう同情してもいいかなと。ただもう京也と翔吾だけは、ほんまもう、特に翔吾ね、ゴミでしたね、ほんまあれは。うん。まあ、ガビル軍もね、すっかり、もう言葉出えへんぐらい、もうすっきりさせる。すっきりさせる、ほんまに。うん。まあ、メギドかっこいいね。すごいな、ホットショットみたいだったね。ホットショット2ね、みたいな方は皆さん、もう1980年代の映画ですけども、多分僕が中学生ぐらいの時に見て、笑った映画ですね。うん。いやー、よかった。ただ、問題は、魔人になったラーゼン。ラーゼンって声優さん誰なの？まさかショウゴを殺すとはな。なんなんこの仲間内同士で殺すってほんまにね。もうちょい前か。もうちょい前か。ちょっとさすがにこのおっちゃんの名前は覚えてませんでした。ラニーゼと思ってたのラーゼンでしたね。ラーゼンはどこ？花輪英二さん。ああ、分からへんな。うん。まあいいでしょう。ゴブタの顔も良かったね。向かっていく時の。かっこよかったわ。まあ、今回はとにかくね、もう白狼のシーンが一番しびれた。かっこよすぎるぞ、おじいちゃんね、ほんまに。めっちゃかっこいい。ねえ。若造が天狗になってるのが一番許せみたいなとかもめっちゃかっこよかった。まあ、とにかくもう一言で、スカッとしましたね。正吾以外は。ほんま、正吾だけは。うん。ね。まあ、多分、キララに同情した人は多いんじゃないでしょうか。はい。ということで、果たして、ここからラーゼンがどう動くのかですね。あと、ラーゼンと騎士団長。名前なんていうの？騎士団長。フォルゲンか。ラーゼンとフォルゲンがどう動くかですよね。うん。まあ、ちょっと、だから、スッとはいかんのかな。うん。はい。まあ、ということで、転スラ日記34話でした。よかったらチャンネル登録、高評価などなどよろしくお願いいたします。はい。現在もうパフォーマンス業界はもう死んでます。僕はもう仕事が月1あるかないかの中でね、まあ、貯金切り崩しながらなんとか今このアニメリアクション頑張ってますけども、ずーっと再生数は2桁。マジで。よく君2桁でこんだけ続けてるねって思われるぐらい2桁。ただ、理不尽なね、著作権警告今2つ受けて、ペナルティ2つ溜まってるんで、1個目が11月16日に消えるんで、あと1ヶ月ちょうどなんですけれども、まあね、過去の何年も前の動画に急に警告来るのが YouTube のやり方なので、正直どれに来るか分かりません。ということで僕は、アニメリアクション動画、1246本、337日分消しました。10月5日と6日で、一応アーカイブでね、生配信のやつ残ってるんで、その消す作業。で、実はその前、去年の9月にも、ペナルティ2個来たもんで、半年分消してるんで、トータル1年5ヶ月分消してるんですよね。もう、で、まあ僕はワンルームで母と同居になって5年目なんですよ。ここ僕の家ですからね。僕の家ですからね。うん、僕の家に母がまあ一応転がり込んできた形になってるんで、そんな中でね、工夫しながら苦労しながら取ってきた1246本。まあもっとですよ。多分1500超えてんじゃないかな。うん。決して、なお今ね、諦めず頑張ってますんでね、ぜひとも応援してやってください。お願いいたします。はい。で、何度も言いますけども、大道芸人パフォーマーが僕の本職ですから、せめてホームページだけでもいいです。PV だけでもいいです。ちょっとね、見ていただければありがたいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。以上、マジ大道芸人ハマでした。どうもありがとうございました。では。